皆様おはようございます。今日は3月1日でございます。3月1日の朝9時59分でございます。今日は初めてホテルのゲットレディウィズミーをやっていきたいと思います。そしてカメラを置く位置がなかったので、なんか対面上みたいな鏡越しみたいになってるけど、はい、こういう感じで今日はやっていきたいと思います。てかさ見て、左目がパンパンに腫れとる。顔もなんかめちゃめちゃほらむくんでるし、もうコンディション悪い。そう、昨日ポップアップだったんですよ。皆様来てくださった皆さんありがとうございます。本当に嬉しかった。で本当はね、昨日のポップアップの日に動画撮ろうと思ってたんですけど、朝ね結構意外と時間なくてドタバタしてるので、今回ちょっとね東京に2泊してたんですけど、2泊目で撮っております。東京で遊ぶの久しぶり。もうなんか仕事以外で来るの久しぶりでございます。いやさ、昨日初めてポップアップやってさ、もうほんまになんかやっと初めてなんか自分の実感が湧いた気がする。ほんまになんか全然なんかポップアップの実感がさなくて、ポップアップの実感っていうかなんかブランドを立ち上げたさ実感が全然なくて、こうなんか地に足つかぬ状態で、すごいふわふわした状態だったんですけど、これが私のブランドのによってすごいなんか認識というか、改めてなんかこれからなんか自分の夢が叶ったんやなみたいな、私が仕事としてやっていく子なんやなって思ったら、マジでなんか我が子のように嬉しくなって、自分の中にも感動するものがありました。本当に皆さんありがとうございます。いやーちょっとね、でも来月の大阪のポップアップがね、ちょっとコロナの影響が出るかもしれなくて、実はちょっとね大阪危ないよね。実は大阪ちょっとできるかまだ不安ですが、いやーやりたいんやけどね。でも本当にみんなのね安全第一やから、健康が一番やからね、ちょっと大阪は危ないかもしれないでございます。てかさ、東京にさ一人でさこんな2泊もホテル泊まるの初めてやからさ、変な感じする。マジでディズニー以外でさホテルなんかあんま泊まることなくない？すごいなんか一人って寂しいよ。なんか帰ってきても一人って寂しい。大阪に帰りたいですなんだかんだでね、やっぱりね私は大阪が好きなんよ。ちょっと本気でなんか大阪からもう出れないかもしれないレベルで大阪が好きすぎます。そうなんよね、ほんまにマジで左目やばい人気だ。ほんまにやばい。もうなんか目でかさ、このさ緑の服さ実は昨日買ったばっかりで、古着なんやけどさ昨日買ってもう速攻着てるっていうな。というのもちょっと急遽今回2泊してるので、なんか服がなくて、でなんかラフォーレの休憩中の時にもうフラミンゴとかシカゴとか行った時にフラミンゴで見つけて一目惚れして買いました。めっちゃ可愛くない？ちょっとここがさプリーツ切り替えになってんの見て。原宿のフラミンゴで買いました。これね、私ねフラミンゴ好きだね。シカゴよりねフラミンゴの方が好きやな。これ使います。なんか旅行の時とかイベントの時はこのラベンダーランドを使ってることが多いかもしれない。ポップアップをしてすごく思ったんですけど、やっぱ私はね動画をもっと頑張っていかんと思ったね。頑張っていかなあかんと思ったね。マジでなんかやっぱり動画をね楽しみにしてるって言ってる子が多くて、まあそらそうよな。私だってもともと YouTube からさ始めてるんやもんそらそうよ、 YouTube 頑張らんといかんよ。本当にぜひね皆さん、あの動画のリクエストこのコメント欄でお待ちしております。ぜひ私に動画のネタを提供してください。家の関係というかちょっとなんか撮影場所の関係でなかなかコーデ系も撮れなかったんですけど、ちょっとだいぶ環境が整ったので、まあなんかコーデ系もね上げていきたいなって思ってるから、なんかどういうコーデシリーズが見たいのかちょっとまた教えてください。書いていただけると嬉しい限りでございます。まだなんかシチュエーション別コーデとかやろうかな。なんか友達と遊びに行く時とかデートコーデとか。ちょっと待って、今日てかさ服緑やのにめっちゃ目元ピンクにしてしまった。だからさブランドの方は春物は実はねこの間
ちょっと解禁しました。春物はね、今ブラウスとワンピースを次販売する感じになっております。めっちゃ可愛いよ。ちょっとブラウスとワンピースマジでめちゃくちゃ可愛い。もうぜひね、手に取っていただけると嬉しいです。で、次春物のそのブラウスとワンピースが終わったら、もうね、夏物になっていく感じでございます。ちょっと夏物をね、今どんなの作っていくかっていうのをね、あのみんなのアンケートを、実はエルシーの方ねアンケート取ったんですけど、まあ、アンケートをね参考にしながらちょっと今回考えていますので、楽しみにしてほしいな。なんか私のブランドの方向性というかは、なんかもうなんかやっていきながら、まあなんか決めていくみたいな感じは結構あるんですが、私の服装って結構まあなんか万人受けではないから、着れる着られへんがね、まあ、絶対あると思うので、いい感じにうまいことを着れるものと着るっていうか、なんかみんなが好きそうな感じのと私の世界観がこうマッチすればいいなってすごい思ってます。そういうなんかレトロでなんか派手すぎず現代っぽい感じのお洋服が作れればいいなって私は思ってます。というかそれを目指してます。そうや、ってかあとね、あといつになるかわからんけど、実はグッズの方ももう完成しておりまして、グッズの方はですね、まあ、大きい声では言えないんですけど、実はポーチを今回は作りました。結構ねいい感じの可愛いポーチです。ポーチって言っても持ち運び用ポーチ、こうなんかリップとか入れるような感じの、もう私が欲しかったサイズのポーチを作ったので、多分ブラウスとワンピースを販売したあとというか、もう夏服との間ぐらいの感じのところでポーンと販売しようかなと思っていますので、ちょっとお楽しみにしといてください。ポーチはね結構もうなんか去年ぐらいから実は動いてたんですけど、修正をしたのでこの時期になってしまったという感じでございます。なのでもう少しお待ちください。よし、じゃあちょっと髪巻いていきます。やばい、髪巻くシーン撮れとらんかった。最悪、めっちゃ悲しいんやけど、もうほぼ巻き終わっとるところでカメラを回しております。皆さんこんにちは。やばい、やらかしてしまった。なんかボッサボサなんやけど今日。ちょっと待って、 N ドットーン。なんかね、カチューシャつけるとこう後ろ髪をこうバサッてできるから、髪の毛がねボサボサでもいい感じです。はい、ということでですね、完成いたしました。こんな感じでございます。今日はこれがねめちゃんこ可愛い、こんな感じのプリーツ切り替えのワンピースでございます。下はねちょっと派手ですが、こんな感じのタイツを履いております。ということでですね、めちゃめちゃ終始ゆるゆるのゲットレディウィズミーでございましたが、ちょっと今回短めかもしれんけど、ということで今日はこんな感じで行ってきたいと思います。今日も見てくださって本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。